皆さんこんにちは、シアトルの金子恵ショッカーです。今日は久しぶりに、草月のおかきで、そしてことねアスターを使って、秋の一作をいけたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは花材の紹介です。今日はことねアスターということなんですが、ことねアスターでもいろんな種類がありますよね。これは私の庭のもので、こんなオレンジの実のもの、それからこういう実付きの形のものもあります。そして今日私が使うのはこちらのちょっと面白いこのワイルドな、これは血を這うように生殖していて、そしてとってもこう動きが面白い、で実もいっぱいついてます。その代わり去年の実とか、それから枝こうも枯れてしまった枝もついたり、コケもついたりしてますので、かなりお掃除をいたしました。ですけどまだまだ落ちます。ごめんなさい、今日はちょっと散らかって見えるかもしれませんがお許しください。こちらも同じ枝ですね。面白いですよね。こんな風にちょっと骸骨みたいな、ハロウィンも近いのでよろしいかと思います。さて今日の留めですね。留めは今日はなんて言うんでしょう、使わないんですけど、何も使わないんですけど、この草月のおかき、とっても使いやすいおかきです。ここのエッジが少しこうへこんでいるので、ここに枝を引っ掛けることができます。ですから、こちら側壺池の時の交差止めの感じなんですけど、こちらは割っております。でこちらはちょっとね、割ろうとしたらちょっと折れてしまったので、このまま差し込んでちょっといきますね。ちょっと割りを入れて、少しこのことねアスターは非常に硬いんですよね。ですからもう大変ですねこれね。でかなり奥に差し込んで、そしてこの器の中で交差させて、よいしょ、止めたいと思いますけど、エッジがこうこの縁のところが終わりの枝がこの中側の壁に止まるように、でそして見えますか、これで交差で止まりました。で今日はその枝がこのほとんどこのマウスの口元のところで止まってますので、お水は必ず上まで入れて毎日足してください。出ないとちょっとね乾いてしまいますね。はい、出ました。そして次にこの真ん中を少し強くしていきたいと思います。先ほども言ったように枝がとっても硬いです。で枝が何て言うんですかね、枝にこう角度を入れたい場合は、まずはこうやって割りを入れてから、見えますか、このコーナーを使って押してください。そうすることによってこう角度を作ることができます。でこの枝をちょっと真ん中に入れていきます。真ん中を強くしたいので真ん中に入れていきたいと思います。そしてやはりいつも言いますけれども口元ですよね。口元はなるべく下げて、そしてもう一本、でここが入りました。そしてもちろんレプス奥行きも考えて、そしてもう一本後ろですね。皆さんよく枝のねこの顔をよく見るっていうんですけど、どちらがこのどこが表なのかっていうのを考えながら受けてください。でこれで大体、
琴音明日入りました。次に、仕上げはダリアにいたします。今日のダリアはすごく大きいんですけど、昨日クラスで、生徒がこれを生徒からいただきまして、もう夏の名残で終わりなんですけども、これを一本奥行きで、さあどこに入るかな、重いのでぐーっとこれを奥行きで入れて一本こちら側、そしてよいしょ、ここにも下がらないかな、よし、そしてもう一本、ちょっとこれ今日はね短いので水切りはあまりしたくないですけど、よいしょよいしょ、でもう一本で、今日はダリアを色として入れていきます。そしてもう一本後ろですね、このダリアが収まるかな、ここで、はい、ちょっと待ってくださいね、もう一本ここで伝えます。はい、これでよろしいかと思います。楽しみください。